フィリップ・ラームは、西ドイツ・ミュンヘン出身の元サッカー選手。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。左右のサイドバックと守備的 MF をこなす。2010FIFA ワールドカップと 2014FIFA ワールドカップではドイツ代表キャプテンを務めていた。地元ミュンヘンにあるゲルンというジュニアチームでプレーしていた、時にスカウトを受け、11歳で、バイエルン・ミュンヘンの下部組織に入団した。 少年時代から将来が期待されており、下部組織で彼を指導したヘルマン・フマルスは、もしラームがプロになれなかったら、誰もプロにはなれないだろうと語っている。A ジュニアの年代の全国選手権では2度の優勝を経験し、2度目はキャプテンとしてチームをまとめた。17歳だった2001年にはアマチュアのセカンドチームに昇格し、当時の監督だったヘルマン・ガーランドは、 彼が指導した中で最高の才能を持った選手であるとみなし、2002から03シーズンにはラームをキャプテンに指名した。ジュニアチームやセカンドチームでは主に守備的ミッドフィールダー、右サイドハーフ、右サイドバックなどでプレーしている。2002から03シーズン途中に UEFA チャンピオンズリーグ出場を果たしているが、当時のトップチームの右サイドバックには、 フランス代表のウィリー・サニョルがおり、左サイドバックにはやはり、フランス代表のビセンテリー・ザラズがいた。さらに、中盤にも実力者が揃っていたため、2003から04シーズンと2004から05シーズンは、VFB ・シュトゥットガルトに、レンタル移籍した。2003から04シーズン開幕戦の、ハンザ・ロストック戦の76分に、シルビオ・マイスナーとの交代で、途中出場し、 ブンデスリーがデビューを果たした。当初は右サイドバックのアンドレアス・ヒンケルのバックアップと見られていたが、フェリックス・マガト監督はラームを左サイドバックで試し、ドイツ代表のハイコ・ゲルバーからポジションを奪った。4節に初めて左サイドバックとして出場し、6節のボルシア・ドルトムント戦で初めてフル出場し、その後はレギュラーとしての地位を確立した。 2003年9月29日のマンチェスターユナイテッド FC 戦で胴体開発スタメンとなった。2003から04シーズンはリーグ戦31試合 UEFA チャンピオンズリーグ7試合に出場しドイツ最優秀選手投票で2位にランクインした。UEFA ユーロ2004に参加したために2004年夏のプレシーズンは短くなりマティアス・ザマー新監督の戦術やシステムに 適応するのに時間を要した。しかし、ウィンターブレイク前にリーグ戦16試合に出場し、そのうちの14試合はフル出場であり、それに加えて UEFA カップには6試合に出場した。2005年1月には右足を疲労骨折し、4ヶ月の間は試合に出場できなかったが、4月9日のシャルケ04、1000で復帰した。 そのわずか5週間後には同じ右足の十字靭体断裂の重傷を負い、一足早くシーズンを終えた。バイエルンでプレーするラーム2005年7月にバイエルンミューンヘンに復帰したが、その後の数ヶ月はリハビリに費やした。11月下旬にアマチュアチームの試合に出場して、負傷から復帰し、同月のアルミニアビーレフェルト戦でトップチームにも復帰した。 2005から06シーズンは、リーグ戦20試合、UEFA チャンピオンズリーグ3試合に出場し、リザラスとポジション争いを繰り広げた。2006から07シーズンは、リーグ戦全34試合、UEFA チャンピオンズリーグ9試合に出場した。左サイドバックとしてプレーできたのが、彼しかおらず、最悪のシーズンを過ごしたバイエルンで堅実なプレーを見せたため、 途中出場に終わったのはわずか2試合だった。2007年夏にドイツ代表左サイドバックのマルセル・ヤンセンが加入したため2007から08シーズンはラームは再び右サイドバックに戻ると前シーズンに右サイドバックのレギュラーだったサニョルにとって変わった。シーズン終盤にはヤンセンが負傷したため再び左サイドバックに移ったが2008年中も 本職の右サイドバックでのプレー願望を隠さなかった。このシーズン中には、シーズン終了後に FC、バルセロナなどに移籍するのではないかという噂が駆け巡り、実際に契約寸前まで至ったと考えられている。しかし、2008年5月16日に、クラブと新契約を結び、契約は2012年6月まで延長された。2009から10シーズンは、 ルイス・ファンハール新監督の下で右サイドバックとして好プレーを見せた。序盤戦では問題もあったが中盤戦以降では右ウィングのアリエン・ロッベンと素晴らしい連携を見せ1得点1にアシストを記録する活躍を見せた。ファンハール監督により副キャプテンに指名されシーズン中は DFB ポカール1回戦以外の公式戦すべてにフル出場した。 2011年1月にキャプテンのマルク・ファン・ボメルがエ c ミラーに移籍したため、キャプテンの仕事を引き継いだ。2011年3月12日のブンデスリーが第26節のハンブルガー SV 戦でバイエル・ミューンヘンでの100戦連続スタメン出場を果たした。始まりは2009年4月14日のチャンピオンズリーグの FC バルセロナ戦で、それ以来ずっとスタメンを続け、 それも途中交代となったのは一戦のみである。2013から14シーズンは、ジョゼップ・グアル・ディオラに監督が変わり、システムも4141になって、アンカーのポジションに、コンバートされた。2014年10月18日ブレーメントのリーグ戦では、プロ初の1試合にゴールを決めた。2015から16シーズンになると、従来のサイドバックとインサイドハーフ。 アンカーと試合によって様々ポジションをこなし、リーグ優勝に貢献。2016年2月のユベントス戦でチャンピオンズリーグ出場100試合に到達した。2017年2月4日シャルケ戦でバイエルンでの500試合出場に到達した。3日後の DFB ポカール3回戦の VFL、ボルフスブルク戦で2016から17シーズンをもって 現役を引退することを発表した。現役最後の試合、2017年5月20日、ブンデスリーガー最終節のフライブルク戦では、先発出場87分にスタンディングオベーションを受け、ピッチを後にした。世代別のドイツ代表に初めて選ばれたのは U-19。チームが最初である。2002年には UEFAU-19。 欧州選手権に参加して全試合に出場し、決勝の U-19 イングランド代表戦では2の3から同点に追いつく重要な得点を挙げている。U-20 ドイツ代表や U-21、ドイツ代表でも何試合かに出場した後、2004年2月18日のクロアチア戦で先発フル出場し、ドイツ A 代表デビューを果たした。二十歳と三ヶ月であり、 キッカー氏によって、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれている。4月28日のルーマニアとの親善試合で、代表初得点を挙げた。ポルトガルで開催された UEFA ユーロ2 0 0 4にも出場し、グループリーグ3試合すべてにフル出場している。チームは、グループリーグ敗退となったが、ラームのプレーは代表唯一の明るい材料と、みなされた。 2005年1月から2006年3月にかけては十字人体断裂の重傷でリハビリ生活を続けていたため1年以上も代表から遠ざかったそのために 2005FIFA コンフェデレーションズカップ出場を逃したがリーグ戦に復帰するとすぐに代表にも復帰しレギュラーに返り咲いた 2006FIFA ワールドカップ前の親善試合で左ひを負傷したが 特製のアームガードを装着して本大会に臨んだ。ユルゲン・クリンスマン監督はそれでもラームを左サイドバックのレギュラーと考え、初戦のコスタリカ戦では右足からのミドルシュートで右のサイドネットを揺らし、ポーランド戦でもマン・オブ・ザ・マッチに選ばれる活躍を見せた。チームの全7試合にフル出場したドイツ代表で、 唯一の選手であり、大会のオールスターチームに選ばれた。UEFA ユーロ2008でも全試合でスタメン出場し、決勝で負傷交代した以外は90分間出場した。大会開始時は右サイドバックとして起用されたが、ヤンセンの不調により、グループリーグ2試合目の途中から左サイドバックに移っている。準決勝のトルコ戦では、自身のミスから失点を許すも、 90分に代表通算3得点目となる決勝点を挙げ1得点1アシストの活躍でチームを決勝に導いたこの得点をこれまでのキャリアの中で最も重要なゴールと表現し彼自身はそれに値するとは思っていなかったようだが試合のマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた決勝のスペイン戦にも出場したが33分に ラームと GK イエンスレーマンの連携不足からシャービにスルーパスを通されフェルナンド・トーレスに先制点を許した。この得点が結果的に決勝点となりスペインに敗れて準優勝に終わった。大会後には UEFA 選定の大会優秀選手に選ばれている。2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選でもラームは解禁したが全試合にフル出場したのは ドイツ代表で彼しかいない。2010FIFA ワールドカップ本大会前には、キャプテンのミハエル・バラックが、不勝離脱し、ラームがその代役に選ばれた。グループリーグ初戦のオーストラリア戦で、初めてワンショをつけてプレーし、FIFA ワールドカップに臨むドイツ代表の歴代、最年少キャプテンとなった。ドイツ代表でプレーするラーム2013年のワールドカップ予選オーストリア戦で、 代表100試合出場を達成した。2014FIFA ワールドカップでもキャプテンを務め、決勝までの全7試合にフル出場した。当初はクラブ同様アンカーでの起用だったが、準々決勝のフランス戦以降は右サイドバックとしてプレーし、チームの優勝に貢献した。大会後に代表引退を表明した。現役引退後の2017年12月8日、 ドイツ代表の名誉キャプテンに選出された。選出は男性で6人目、男女合わせて8人目となった2006年には FIFA フフ最優秀選手賞の候補に初めてノミネートされ、2007年も連続でノミネートされた。2006FIFA フフワールドカップに出場したドイツ代表からは2006年の候補にバラック、ミロスラフ・クローゼ、レーマンなどもノミネートされたが、結局は イタリアのファビオ・カンナバーロが表彰された。同年の UEFA チームオブ・ザ・イヤーには左サイドバックとして選出され、2007年にはわずかの得票率の差でエリック・アビダルに受賞を譲ったが、2008年には左サイドバックとして再び UEFA チームオブ・ザ・イヤーに選出された。2008年には UEFA チームオブ・ザ・イヤーに選出されたが、 その際のパトリス・エブラとの得票率の差はわずか2%だった。UEFA チームオブ・ザ・イヤーには過去5回選出されており、2016年に発表された UEFA アルティメットチームオブ・ザ・イヤーにも選出された。事前事業に熱心なことで知られており、2007年6月にはオーウェン・ハーグリーブスと共に南アフリカを訪れ、 2010FIFA ワールドカップの事前イベントに参加することが国際サッカー連盟から発表された。負傷のためにハーグリーブスは参加できなかったが、ラームとドイツ代表のチームメイトのピオトルト・ロホースキは南アフリカを訪れ、2010FIFA ワールドカップの主催者を訪問するだけでなく、地元の SOS 子供の村を訪れてエイズ撲滅運動に参加した。 恵まれない子供たちのためのフィリップ・ラーム基金を設立しており、また SOS 子供の村の大使を務めている。それに加え、2007年から3年連続で、世界エイズデーの大使も務めた。また、麻薬撲滅キャンペーンや、児童虐待反対運動などにも参加している。また2008年9月に、サッカーにおいての不寛容とホモフォビア反対に対する、 特段の貢献によりトローランティアプレスを受賞した。彼は、サッカーにおいて、同性愛者であることが、タブーになっていることは、気の毒と言い,い、チームメイトがそうであっても問題はないと公言している。しかし、彼は、それによってこうムるであろう、苦しみを考え、カミングアウトを進めない。これはゲーであることを公言してから2年後に自殺した、ジャスティン・ファシャルの悲劇を念頭に置いたものである。 2014年にトーマス・ヒッツル・スペルガーが同性愛者であることを告白した時にインタビューを受けた時は彼は少数者のために尽くすだろうとコメントした。2009年11月8日にはクラブが関与していないインタビューで遺跡願望を明らかにし、クラブ史上最高額の罰金処分を受けるとともに、モチベーションの欠如や戦術理解度などを批判された。 地元のみならず、ファンやメディアの間で様々な反応が起こり、願望は彼の胸にしまっておくべきという批判をする者もいれば、その逆に遺跡願望を公言した彼の正直さを称える者もいた。クラブの上層部から罰金処分と強い批判を受けたが、そのまま元通りにレギュラーとしてプレーしている。過去に自分の熱狂的なファンが住所を調べ上げ、待ち伏せにあったことから、 プライバシーの管理は厳重で、2010年に、無名時代から交際してきた今の夫人と 2010FIFA、ワールドカップ3位決定戦の4日後の2010年7月14日、バイエルン州クラインヘルフェンドルフの協会で結婚式を挙げたが、この時には親族のみの出席で、チームメイトの出席はなかった。またマスコミに対しては、婚姻届を役所に提出する場面と、 教会から夫人と馬車に乗って移動する場面の撮影を許可した。結婚後の2012年8月に長男が誕生した。2011年8月に自伝デ,デアファイナンタージートを出版したが、その中でルディフェーラー、ユルゲン・クリンスマン、ルイス・ファン・ハール、フェリックス・スマガトラ複数の監督を批判する内容が含まれていたため話題となった。 2011から2012シーズンにバイエルンに所属していた宇佐美タカは練習後に自宅に帰ってゆっくり風呂に入ることが好みであったためクラブハウスでシャワーを浴びずにいた。するとバイエルンの選手の間にたかしは男の前で風呂に入るのが恥ずかしいのかという噂が流れ始めキャプテンだったラームが宇佐美の元を訪れたかし、人前で風呂にはいるのが恥ずかしいなら言ってくれ。 対応するからと告げた。これ以降、うさみはラームになんてことを言わせてしまったのかと思い直し、クラブハウスでシャワーを浴びるようになった。ありがとうございます。